オズボーンハウスオズボーンハウスは、イギリスワイト島にあるかつてのイギリス王室の離宮。オズボーンハウスは、1845年から1851年の間に、イギリス女王ビクトリアと王廃、アルバートのために建てられた。設計は、アルバート公自身がした。建築家は、バッキンガム宮殿のメインファサードを建てたトーマス・キュビットである。以前に、この場所にあった。 小さな家は荒廃していた。オズボーンハウスの構造は、二つのカンパニエレのある、イタリアルネサンス建築の宮殿を基礎としている。建物は、パビリオンと呼ばれる、四角い原型翼からなる。これには、王室の居住部分が含まれる。主翼は、火星部門と廃滅の間が後に付け加えられた。ダーバー翼は最後に付け加えられたもので、1891年、完成である。 元々の建物には広い部屋がいくつもあり、大広間は新浴にある。1階にはダーバーの間があり、この装飾のためにわざわざイギリスへ連れて来られたインド人の職人の手によるインド風の装飾が施されている。これは広い公式の間、舞踏室として使われた。二階はビクトリア城夫妻の末娘ベアトリス一家のためだけに使われていた。ベアトリスは 中世母親のそば近くにいたマナ娘であった。オズボーンハウスのインドとの関係には、インドの人と風景を描いた絵画コレクションが含まれている。これらは、ビクトリアの妖精で、オーストリア人が赤、ルドルフ・スーボダが描いた。スーボダは、この依頼のためだけに、インドを訪問し、現地で描いたりイギリスを訪問して、インドでの暮らしを描いたという。オズボンハウスは、 ビクトリアの木に入りの離宮でマイカの数ヶ月をここで過ごすのだった。彼女の子供たちにとっても慣れ親しんだ場所だった。敷地にはスイスコテージと名付けられた女王の子供たち用のミニチュアの精巧な家が建てられていた。また、隣接した庭園もあった。1861年のアルバート公の病死後、思い出のあるオズボーンハウスはビクトリアの木に入りの家であり続けた。 未亡人となってからのビクトリアはクリスマスをオズボーンで過ごした。グリエル・モ・マルコーニは後にオズボーンに滞在中のビクトリアへ最初のラジオメッセージを送信した。当時、ビクトリアの長男アルバートがサンドリンガムハウスで渋滞となっていた。1901年にビクトリアが崩御するとエドワード7世はオズボーンを国に寄付した。彼は オズボーンを近づきがたい白像のように見ていた。新王は自分の田舎の邸宅としてサンドリンガムハウスを所有しており、彼は島で独居するより余裕を射撃やレースで過ごす方を好んだ。オズボーンは第一次世界大戦中、士官の回復期患者療養所として使われた。ロバート・グレーブズとエーエミルンは患者としてここに滞在していた。建物の三尾者には ビクトリアの孫である、ドイツ皇帝ビルヘルム2世がいた。また、戦後の自分の隠討書にしたいと考えていた、ナチスドイツの総統アドルフ・ヒトラーは、第二次世界大戦中に、オズボーンを狙った爆撃指示を出さなかった。1910年のオズボーンハウス1903年、オズボーンハウスの一部はオズボーン、海軍幼年学校となった。本校には13歳前後で入校し、 卒業後は、デボン州のブリタニア海軍兵学校でも続いた。本校は1921年に閉校し、同年4月9日に、最後の生徒が卒業した。本校の卒業生には、ビクトリアの創尊エドワード8世とジョージ6世、ケント公、ジョージ、ルイス・マウント・バッテンがいる。その他には、ジェームス・マシュー・バリー教が、ピーター・パンのモデルとしたルーエリン・デービス兄弟の一人、ジャックがいる。 本校の並行に伴い、オズボーンハウスは博物館となっている。ビクトリア女王の死後すぐ、パビリオン翼の上階は王室だけの使える私立美術館となった。女王が残していったままの状態に完全に保存されていた。1階の一部は20世紀初頭に一般公開され、1954年にはビクトリアの寝室と寝室が初めて一般に公開された。 今日、オズボーンは大体において女王の夏の離宮としてのかつての荘厳さを取り戻している。オズボーンは現在イングリッシュヘリテッジの所有となっている。一般公開は春から秋の間である。かつての海軍兵学校のクリケットパビリオンは2004年にホリデーコテージとなった。ザ・タイムズ2フェブラリー1921ありがとうございます。